新旧マネージャー対決です、だから今日は。笑ってほしいんだけど、結局ね、ラムさんは。まあ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 。こんなんで、泣いていいのかって。おお、鍛えてくるぞ。なるほど。120点、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 120点。ちょっとちゃうぞ。やめんなよ。大丈夫、もうちょ。今年は夏暑いよなって毎年言ってるやつは、よろしくお願いします。いや、本当に毎年、そうなんですよ。よろしくお願いします。言ってますね。サムネイル見ていただいた通りなんですけど、はい、E さんね、やめますみたいなね、サムネイルとタイトルになってると思うんですけど、まあ、E さんと、あと、まあ、ゆうたくん、ゆうたくんちょっと弱かったからサムネイルに入ってないだけで、セット。違う。で、ちょっと一旦自己紹介だけじゃいいですか。双子で YouTuber やってます。はい。かわいい。どこ撮るの初めて。どこ撮るの初めて。かわいいですけど、こんなに負けるわけないでしょ。ちゃんと自己紹介してくださいよ。双子で YouTube やってます。エラです。リカです。リナリカです。リナリカさんです。かわいい。プライベートでは本当に月に 2,3 回やってますよね。そうですね、ここは本当に仲良くしょっちゅう会ってて、ハキちゃんもあ、まあ、みんなと呼んでますよね、はい、という仲なんですけど、まあ、YouTube は前からやっててですね、はい、チャンネルに、まあ、あるんですよね、また新しいチャンネルでしたっけ、はい、何がおもろいですか何がおもろいですか勝手に世界ですか動画撮るかってことで、うん、僕のマネージャーがドッキリばっかりで、まあ、嫌やなって変えたいなっていう相談をしてたら、うん、私たちどうですかって、あ、ぜひそれっていうことで意気投合したんで、新旧マネージャー対決です。だから今日は、あ、なるほど、結構僕らにお前ロスタイやんけ、旧マネバリバリ若いっすよ。あれ、自己紹介いらないですか。いや、わかるおい、え、はい、どうもハギチャンネルでええやん、ハギちゃんチャンネルそんなひねりなかったです前までこっからこう上げてただけだと、しっかりひねっていかなかったその挨拶やめてって言ったのにグレードアップしてるやんすっと声でやるもうですけど、ということでリアルに戦っていってもらおうかなと思ってるんですよ。今日は朝起きてからの工程いろいろあるじゃないですか。僕を応募してもらったりとか、マネージャーですから、マネージャーとしての仕事なんですよね、うん、マネージャー兼秘書兼みたいな感じで、まあ、いろんなもう多岐にわたるんで、今日は結構大変なんですけど、それを言ってもここも凄腕ですから、はい、てか言うんですよ。だって僕らやってるんで毎回。そうなんです、もう習慣なんで僕ら。それでいいですか。でもそれやってるのが気に食わって言ってるのはやってる、大丈夫、気に食わって。だからこんなことなってるんですよ。だからもうやってんねまあ、それはそうですよ。こっちはプロですから、はい、本当に。で、対決していただいて、ハギちゃんがですね、はい、審査員だから、僕が決めたらやっぱ女の子もいっちゃうから。ああ、なるほど。で、ハギちゃんが審査員みたいな感じで決めてもらった方が、もうほんまにクビ。じゃあもうフラットで仕事できるできへんとか、そういうところ見ていいと、はい、本当にそれです。わかりました。お前、何が分かんねんって言われて。はい、もうあいつダメです。あいつやめさせること、とりあえず一回。うわぁ。今までの偏見は、あんまり偏見なし、あ、それはない、それはない、今までの偏見やったら絶対にもう向こうなの。カメラ回ってへんとこでもやられてるからな。そのときよ。プライベート交流なかったらこっちやもう気持ち的には。まあでも僕は公平にちゃんと、それは公平にやっていきましょう、はい、いたいと思います、はい、ということで対決していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。起きてください。起きてください。ああ、寝てた。寝てたわ。何してんねん。関係ないことです。何がいい。ほんで寝起きええの今日。120点。ちょっとちゃうぞ。講師今度しまくってくるんだ。見たか。おい、見たか。それはよしなさい。そんなこと120点。そんなことはない。ラマさんから言ったから。実際に女性が起こしてきたらそうなるでしょ。リアルリアル想像してよ。女性の秘書なんか入れてる社長なんかそんなしてるでしょ絶対やっとるて。興奮しすぎてちょっと声枯れてくれ。寝起きで声張りすぎて昨日朝まで飲んでたから知らんけど知らんけどやっとるてぶっちゃけ。まあでも確かにあんなに優しく起こされるのはいいかもしれないですね。それは今のびっくりした。評価高いですか。評価高いですか。いや、今のはでも皆さん見てどうですか。いや、僕はもうと思いましたよね。やめとけて。絶対言ったらあかんし、そんな。え、よう言えるな。久しぶりに聞いたから、その古い言葉。中学校の時ですよ、そんなん言うやつ。まあ、そういう感じですね。まあ、俺は良かったなぁ。まあまあまあ、普通に優しく。まあまあ、起きたしって
芸人で、普通にリアルに良かったっていうのが、起こされる時点で遅刻ですよってことだから、はい、ちょっとやらはなあさんって感じもあるし、うん、でも優しいし、ちゃんと二人で苦しい。いや、ラーナー穴で起きないです。起きないな。確かに遅刻します。起きたやん。確かに寝起きはちょっと今日良すぎるなって。ちゃんと起きたやんか。多分頭のどっかに双子が起こしに来るなって思ったんちゃうかな。もうちょっとそれはあったかなって。まあでも優しいし、任せとけ。次俺らや。なんで頼むぞ。よし、うん、まあいつも通り俺が起こしに行くわ。じゃあ逆に。いやだやだ。この二人一緒してくれないと。ダメ。ブレるブレる。でも予想でしょ。ダメっす。そんなやってるでしょ、社長は。ぶっちゃけ。やるか。やっとるでしょ。次。行きましょうか、じゃあ。次行きましょうか。おはようございます。ラーさん。ラーさん。いやあ。イギさん。起きない。起きない。いつもの。お前クッソ、これはお前クッソ、起きたガチモンのスタンガンも出てる。0点いやもうそれ早いどっかやそれ早いどっかやって。いや起きたじゃん。スパークぞ、お前スパークぞ。それお前クマ気絶するやつやろ。世界一強いやつやで。それでも話早いなと思って。いやスパークぞ、永遠に寝てまうやつ。そんなやつ一瞬飛び起きてお前死んでまうやつ。もう一回寝る。漫画のやつや。もう一回寝るわ。じゃあ何が起きました。そんなの今だってハギちゃんでもどうなの。いやなんのダメでしょ。あんなダメでしょ。あんなゼロやん。まずドンキコングみたいにバンバン叩き出すし、その後スタンガンバチバチバチって。いやいや、これ分かれへんもん。いや強盗と一緒っすよ、やってること。やってること一緒やねん。いや、あのほんま起きないでしょ、あの前の起きない。起きるって。めっちゃ気持ちよかったもん。もう一回なんか理由つけてハグしたいもん。いや、今のはあかんけど、二人はもっとあかんかったっすね。もう一回ちょっと取り直していきたいもん。抱きつきたいだけやろ。じゃあ負けっすか、僕らの。負けや、そんなもん、今のは。今の負けっすね。いや、だって、あかん。あかんやろ。死ぬんか。絶対あかんやろ、どう考えたら。終わるか、もう。クソ。はい、次。ハグしてやよ。次、もう。次のステージは掃除対決。あ、これ大事です。はい。慣れてる。もう勝った。あ、違うからうるさいな。ガイア黙っとけよ。ガイア。酔っ払い黙っとけよ。まあ、ワラさんにして結構綺麗ですね。はい。結構部屋広いんで、掃除どれぐらい綺麗にできるかっていう。ほんのシンプルそれだけ。じゃあそれでお願いします。はい。すいません、よろしくお願いします。お願いします。はい、やれよ。何をするか、老人形の。いや、本当にね。限定。確かに。急に口悪かった。あんなにハグしたのに機嫌良かったのに。わあ、いいわ。ほんまに掃除の人みたいに見えた。マジや。確かに。全然。どんな感じで。わあ、はい。ちゃんと隅っこの方からね。うわ。ほんで、その後に、あ、モップ掛けが来るんですか。あ、濡れてるやつね。え、なんか濡れてますって今言って。原点です。宿主原点です。お前濡れてんの今。あ、やめとけ社長。はい。これ以上もう掃除させませんよ、そんな言うと。え、どういうこと。お前濡れてんの。あの、濡れてない。答えんっていいですよ。何言って。120点。120点。最後の講師近藤エグ。何が100何言ってんの。お前は濡れてるよ。何言ってんの。マジで濡れてますって言ったから。いや、これがね。ああ、もう何やっぱ怪しいな。今のはちょっと元気やね、怪しいから。わかりにくかったね。何言ってんの、ずっと。すぐわかるでしょ、こんなもん。掃除しただけで女が濡れるから。何言ってんの、ほんま。まあでも大体わかりましたよ。ほら、こういう感じですね。でも結構丁寧でしたよ。わかってほしいんだけど、結構やね、ラバさんは。まあ。こんなんで、舐めてんのかって感じ。お、鍛えてくるぞ。なるほど。大事なのここなんですよ。そうそう。まあ、確かに。続きの第二ステージ、ここ、二人の番です。これはもうプロの技見せていただきたいですよ。まあ、もう慣れてますから、プロの技では。うわ、楽しみ。はい。いけます、自信あります。余裕がすごいよ、二人は。でしょ、ちょっと期待できるな。まあ、確かに毎日ずっと掃除してたわけですもんね。言うたくんとかやばい。確かに。やばいです。靴まで見しますから。靴いかも出てください。舐めますから。それは、こういう人間としてやばい。舐めない、舐めない。舐めない、靴舐める。舐めない、なんでお前。言うたくんって何なんですか。マネージャーで靴舐めたらどうでしょう。舐めんなよ。言うたくんですか。靴舐めんなよ。じゃあ、
はい、ほんまにいけます？いやもうほんまプロの技見せる、見せてください、見せてください、見せてください。じゃあ早速お願いします。やってる最中も笑いそうだったっすもん。あ、さっきの。やろやろ。いやでもやろう。笑ってますもん。やって。いいっすか。オッケー。ゆたくん。ほら。動かんぞ。いい感じ？持ち時間全然余裕ってことか。何電話します？何？あ、もしもし。お。あ、すいません、お世話になります。あ、そうです。いつもの今日もお願いしていいですか。あ、そうです。部屋の掃除2名で。しばらくぞ、お前。あ、お願いします。ゆたくん、彼なんぼでも。あ、彼なんぼでもいいです。しばらくぞ。とにかく綺麗にしてもらえれば大丈夫です、今日は。とにかく綺麗。8人ぐらい来てください。今日お願いします。はい。あ、そんな感じで。はい。お願いします。しばらくぞ。飯食いに行く。今日8人行きますから。そうそうそう、しばらくぞ。お前ら2人がやるよ。そんなの誰でもできるだろ。え、でも掃除でしょ。チェンジしたらいいってことでしょ。チェンジ、まあそうですけど、自分らでやるっていうやっぱ対決ですから。それ言ってくれな。結果が全てだよね。それ言おうなんだ。結果が全てだよ。結果にコミット。結果にコミット。何を言うてんのこの人たちは。あんなね、うん、ルンバで、あんなルンバじゃん。もうフリース、フリース。掃除しなさすぎてルンバだよ。あれルンバ読んだんですか。え、ロボや思ったんですか。じゃあ女方の何言うてんのマジで。じゃあちょっと、じゃあダスキン頼まなくちゃいませんだし。うわうわうわ、えぐ、やば、床めちゃくちゃ綺麗もだって。ダスキンダメなんですか。ダスキンはダメです。お金そんなかけたら。それダスキンだな、双子の商売みたいな。何が重い、何が重い、絶対重ない。確かに確かに、まあ、金払うのこっちっすから。そうそう、今でも出す気はちょっとあかんかな。そういうことですよね。マジ、次のでいきますか。どうすん、どうや、どうすん、出す気あかんねん。ダメですよ、出す気は。どうすん、他のメーカーでもあかんぞ。何や何や、何すんの。片方がやるとき、ほんで片方なんもせえお前す、動いときはすでに。何か、いや、もうこれがいいんすよ。お前も動け、法律が、法律が一番。あ、何待て待て待て、ダイソン動かすなよ。おい、はい、ちょっと待って、気に掃除してか。ダイソン動かすなよ。あ、ダイソン掃除機動かすなよ。え、ちょっと待って、え、何使ってました。ダイソンで、ダイソンで、ダイソンやってる。あれ、あれロボットやんけ、お前。あれあれがやってるやん。意味ないやんけ、お前。それやったらかわいいな、あれ。意味ないやん。なんで意味ないんすか。意味ないやん、それ。あれは違うんやん。あれいいっすよ。ちゃんと掃除機対決やから、そのロボットとかではできへんところあるやん。こうだから人間でどれぐらい綺麗にできるかって対決っすからね。いや、飯行く。すぐ飯行こうとしこの間飯行ける。この間飯行ける。飯行ける時間しか。お前らと孤立やろ。俺を気持ちよくするよ。令和へようこそ。俺を気持ちよくしろ。言ってないよ。俺を。何なんすか。俺を気持ちよくしないと。お前らと孤立するから飯ってどうする。ちょっと静かにさせちゃってくれ、あいつを。あ、うるさいな。うわ、うるさい、うるさい、うるさいな、もう。ハイパーモードだった。止めてこい、あれ。やめてくれ。じゃあ、そうしますか、今から。すごいうるさいわ、あいつ。頑張ってくれるけど。じゃあ、第3回目の対決でございます。はい、何しますか、次は。100人おもてなし対決でございます。はい、その時にどのようにおもてなしするのか、ここを見たいなと。ずっと背中いるから。いや、俺もちょっと見たい。多分カメラで、多分こっちだと思うね。多分こっちだと思う。まあ広い背中とかいうコメントだけお待ちしてます。じゃあもう萩さんにもお任せしますよ。僕はじゃあお客さんとして来るんで、どんな感じで対応するか見る。あ、なるほど、それはね、それです。じゃあまあなんとなく仕事しててということで、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。いくら欲しい。誰来た？誰来た？あ、相手君？お、お、まあまあここまでだね。お、まあ普通です。お、どうなんだ？お、お、お、あ、こんにちは。あ、どうも。こんにちは。すみません、ありがとうございます。あ、こちらです。あ、ありがとうございます。うわ、綺麗ね。綺麗な。ありがとうございます。うわ、こちらお座りください。うわ、うわ、うわ、優しい。すごいよ、これもう秘書やんか、こんなね、やってくれること。いや、同じおかしい。何してんの。関係ない、ほら、水も来た、水も来た。あー、水でごまかそうとしてる。何してんの。してないって。いや、これは嬉しい、何も言わずにここまでやってもらえる。ここまでやってもらえるのは、これはちょっと嬉しい。これはかなりの高評価ですね。まあやな。ここまでやるのすごくない。だって、今日まず2人いたのに水出さなかった。確かに。まあまあ、はい、まあまあ、良かったと思います。僕も水出してもらったら初めてですね。いつも勝手に取るから。いつも勝手に取るから。いつも冷蔵庫行ったら勝手に行けるとか。あったわな、あったわな。たまに R1 読むとですね。いや、でもかなり良かったね。良かった
まあ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 。仕事がするな。こんな二人いたら元気出ますね。元気出ますよ。これは全然で、まあまあまあって感じですよ。まあまあ。50万登録の YouTuber のマネージャーって。今のやと。確かにね。あらわさんやとそれでだね。なるほど。100万超えてきたらちゃうな。なるほど。ちょっと見たいですね。はいはいはい。じゃあ次あの高校の二人。いいですか。やりますよ。いやー、いやー楽しみ。まあね、客人が誰かっていうのも大事ですから、これは楽しみ。はい、おっと、来たー、どうぞ。誰来ました？空いてるやろ。これはあかんぞ。これはあかんぞ。お腹でヒヤッとしたぞ、あんな。結構うるさいよ、思て。いや、結構さあ、こっからどうなる？おぉ、こっからどうなる？猫が思てんか。こうせなかな。お客様に許してるじゃん、お客様に。舐められたな、思って俺が、社長が。舐められたな、ほら。高圧的なマネージャーや。ちょっと。いやいやいや、差が出てますか？水ですね、あと。うわぁ、水出てへんやん。水いきますか？だる水やな。だるって言ったら。もう負けやけどな、今の時点で。水の機能備わってんねん。いや、当たり前や。70% 水や。やってんな。見えてるぞ。おい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 、水道水でリーカーに言うてた。おい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 、グーニーズの最初までこんな感じになってる。懐かしいな。見て。いやいや、そっちに水あげてる。そうそう、これが大事。これがね、これはもうあかんやろ、こんなもん。いやー、これはどうだ。こんなもん、これはちょっと正直ゼロ点ちゃう。いやいや違うっすよ。マイナスだから評価せなあかんとこは、人によってやっぱ変えなダメってことです。ああ、そうですね。フレキシブルに対応できる能力が必要になってくるって。フレキシブル、いやでもにしてもひどないか、これは。いやこれさ、審査員俺や言うてんねんで。そうそう、審査員は抜きして、そうそう、ハギちゃんっていう存在がね、こういう感じ。そんなんしてるから勝手に冷蔵庫から水取るんや。何もしてくれんからな、二人が。それは言い訳だね。それは言い訳だね。そうなるから、ちょっとゼロ点やな、これは。ちょっとひどい。これゼロ、これはちょっときついわ。いや、ひどいひどい。あの双子との差がすごすぎるわ。露骨やりすぎよ。うん、ガチハギやからってやりすぎ。これマジか。負けっすか、じゃあ。まあ、最後もう一個あるんで。なるほど。もうそれで結構一番大事だから。あ、一番大事。あ、まあ、それで巻き返したらもう、まあ正直いろいろもう分からなかったけども、最後のこれ二頂点ぐらいくれる。二頂点で、二頂点もいないやろ。なんだ二頂点もいないやろ。今まで何点で審査つけた、アホなの。500点ぐらいでいけたよ。あ、OK。じゃあ最後大事なんですね。最後一番大事。あ、それで、はいはいはい、それで対応しましょう。はいはいはい。さあ、40の対決になります。よろしくお願いします。もうだいぶ僕はこっち側ですから、まあ、正直僕もこっち側です。はっきりしてるんでね。さっきのやっぱり客の対応、ただだいぶこっちに来ました。ただあの実際働いてもらう時だけ作る水着でやってもらおう。そこだけ。最後それが審査です。やっとしたらあっちに傾きます。向こうのマネージャーを勝ちにして、そんなことさせないと気持ち的にはない。最後涙だけちゃんとつけてね。最低やん。まあ、パワーの手抜いて。趣味がいいクッキーの趣味。阿部ちゃんがくれたマスク。ああいう感じの生地感のやつで縦にして、総理のババアの手抜いて。ババアの手抜いて。それだけはちょっと水着ですけどね。そこだけはちょっとうち厳しいんでね。もうええでずっと。最後はですね、企業案件の、うわあ、もうもう楽勝。いや、もういいじゃん、得意ですもんね。もう専門、専門、専門。まあ確かにいいと思うけど、まあ企業案件の対応とかそういうとこすべてですね。でももうこいつらですよ。これラオさんが喋った方が早いですよ。よく聞くよ。たまに言いますよ。それをたまに見てますけども、やっぱりでもラオさんが忙しい時とか、そうですね、担当の2人なんで、ちゃんと僕前向いて2人なんで、そうだプロなんで、まあなかなか難しいかもしれないですけども、ちょっと初めてですよね。かなりこれはレベルが高いことですけど、やっぱりマネージャー一番やっぱお金がかかってくることなので、じゃあここのね、損失は1個がでかいですから、巻き返しがつかないですよね、ここで負けてしまう。正直ここで勝った方が一番勝ちかなって。確かに先方の社長と寝られたらちょっと厳しい。あ、そうか、その手があったか。お願いできる。確かにお願いできるかな。それぐらいかな。何を推進してるの、ここは。じゃあちょっとそれで、それでね、楽しみやな、どんな感じ。まあじゃあ電話かかってきたら設定で対応の感じみたいですね。そうですね、エアリー、エアで、はい、お願いします。じゃあお願いします。
あ、もしもし社長、いつも、はい、お世話になってます。お一人メモる、お一人メモるぞ、見て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 、6月末の、あ、撮影ですよね、そうですよね、はい、我々も楽しみにしております、よろしくお願いします、はい、お体にお気をつけて、はい、失礼いたします。ちょっと音出したらいいな、ね、ハゲジュンテ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 、好きやな、それ気に入ったかしら。だって、だって今のは絶対いいでしょ。まあでも人っぽい感じですね。相手のことも思える、仕事の話だけじゃないですよ。で、電話出たら電話出たら何もしてない方はもうすぐメモる。確かに、はい、完璧やで。まだ声のトーンも良かったですね、電話出てる。よかったよかった、なんか、ワンチャンいけるんかなと思って。ごちゃごちゃ、そんな声でした。それはうんかなって、それはラバーなんです。いつも何でもワンチャンいけるかなって思ってラバーさんになります。なんで、まあ、いけないですから。よかったよ、まあ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 、いや、お願いします。いいですか。はいはい、というわけで楽しみで、楽しみやってきてますからね。お、来たか。あ、もしもーし。はい、お、来たぞ、来たぞ。反射じゃないですよね。いや、大事やけど、案件するんで。大事やけど、大事やけど、反射じゃない。何回聞くで。お前は何やったの。ペー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 ペ税別。取られへんやろ、こんな。絶対かんやろ、こんな。不合通費別。ホテルグレードアップお願いします。ホテル3部屋デラックス。こんなもんいけるか。絶対かんやろ。何でもおい。リミットリミットあ、もしもし。あ、そうでっか。あ、じゃあもういいですわ。はいはいはい。なんで完成切ったね。あかんねん。リミットおるよ。なんで完成やねん、今日。ゼロ点、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 ゼロ点。これはな。ゼロ点やな、もよう今までそれでやってこれましたね。お前ら相当失注してるんじゃない。だいぶ低い金額出てきたんだよ。それ1000万でかけてる。やめてるっすね、その辺で。やめてるってお前言い方が変わってないっすね。第一声、第一声、その話でやるのできないでしょ。いや、だそうっすけど、聞いてなかったっすか、リカリコさんは。リカリカです。それ生放送、生放送だって。リカリコさん、リカリコよ。おい、もうええ加減説明。それも覚えてる。そんな企業業できないよ。名前も覚えられない。お前それ罰収束のなんか双子なっちゃう。言えないでしょ。まあまあまあ、口座がやり取りだったら偉いことですか。まあそれはそうですけど、ただなんか2人ともその口調とかがおかしいから言うたことないですか。最後最低かみたいな、その何言わないの丸出しみたいな。ラオさんにはやっぱそのね、そう、滑らかじゃん。あ、ラオさん関西、はい、そう、それを話しちゃう。ちょっと今のはきついな。ちょっときついですね。ということで採点、最後いきますか。採点ね、いきましょう。採点か、採点かは採点あるでしょ。結果発表！おはようございます。結果発表の時は。いやー、まあ結果もうね、言うまでもないそうですよね。まあだから4回やって、はい、4回で、まあ、4回0でしょ、これ。4-0 ですね。4-0 はないわ。2ぐらい。ちなみにまだ4-0って言って負けが思ってるよ。4-0 はないわって早くですよ。逆にな。逆も、負けは確定してんねん。自分らで分かってるよ。こっちが4-0なんで。そうそうそう。まあ可愛い。かわいそうだなっていうこと。なるほど。はい。いやいや、もう悪夢よ。もう、結果、さらっと言いますか。うん。うん。はい。勝ちです。イェーイ。よし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 。いや、ラボさん、それはそうじゃないですか。いや、この4回目。完全にそう。全然。これはほんまに申し訳ないけど。何が分かるのか全く分からへん。今らはちょっときついわ、やっぱ。こう比べてみて思ったけど、結構誰でもできるなと思った、このポジション。結果な。結果、そんなに差がなかったら、ぶっちゃけ。普段、ね、ガチでやってる感じとそんなに差ないよ。ぶっちゃけな。ぶっちゃけ。結果。じゃあ寂しくなりますけど、まあ、今月いっぱいで入れ替えということで。なるほどね。うん。これに関しては申し訳ないです。そんな残念そうちゃうな。普通、いや、そんなもうここまで頑張ったのにとかもなく、2人ともふーぐらいですよ。だからこの後は一応2人のところ、場所用意してるんで。あ、そうか。あ、それはもちろんです。あ、それやったらまあ。他の YouTuber で大物 YouTuber ですね。あら、こちらにボケで有名です。おー。でも、そこ OK 出てますよ。ちなみに。最高。はい、めぐみん TV。
誰いやいやいやだ、メグミ TV のところに、いやだ、いやだ、誰ですかリサ、わかんないよ、いや見てマジで YouTuber でヒカキンさんより古い YouTuber です。あ、そうなんだ、ね、あの、一回揉めて二人やめちゃった、あったあーやめでしょ、その前にメトロハルコ、あ、メトロハルコさんのいたところに二人ちょうどちょうどね、すごいすごいすごいです、気に入られますかね、この感じだったら。あ、絶対絶対お前ら絶対かやん、逆に欲しがんのちゃうから、ね、逆にね、めぐみさんが連絡を待ってますで、こうやって寝てるとこにこうやってキャッチやる感じ。どっちやるんですか。まあやっても、その試合でもいや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 、すれてんねん、ほんまに黒いところに反応するから、ほんまに一回すれてんねん、ほんまにすれてんねん、一緒やねん、いくよ、いやいやいや、絶対、絶対、絶対、ほんまに、マジ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 、痛い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 、もうだから、いや、いいさ、力加減分かってないんだって、痛い、痛い、痛い、焼けるって、こんなあかんて、やっても大丈夫なやつやから、これ、ええ大人が、やっても大丈夫なやつ、ちょっと痛いっていう、なんか、痛い、つねられたみたいな、これはオンになってないし、あ、じゃあ、これさっきも言ったけど、これをオンにしたら、こう、うわ、やばいっすね、ピカチュウやん、全然違うって。ピカチュウそんな下品な音しちゃうって。